バシリー・イワノビッチ・レベジェ・福町1949年2月20日は、ソビエト連邦の詩人であり、1941年の第2回スターリン賞受賞者、ボリシェビキ等歌の作詞者、1898年7月27日モスクワで、貧しい靴屋岩ニキッチク町とドレスメーカーマリア、ミカイ・レバナ・レーベディーバの間に生まれた、PG ・ビネグロディフ奨学金を得て、 彼は第10回モスクワ体育館で学び、1917年に金メダルを授与された。同年、彼はモスクワ大学の歴史学部と哲学部に入学したが、革命と内戦のために卒業することはできなかった。革命軍事評議会の理事会の報道局と軍事部門のアギトロスタで働いた。その後、1922から1934年に雑誌、 クロコダイルの編集部のメンバーとなり、様々な定期観光物に取り組んだ。ソ連の作家連合の創設者の一人であり、1934年以来のメンバー。1936年に祖国の歌の作詞を手掛け、2年後の1938年にはボリシェビキ等歌を作詞。この功績によって、ロシアソビエト連邦社会主義共和国最高会議の 大議員に選出され、翌年にはソビエト連邦共産党の大議員にもなる。第二次世界大戦の間、政治的労働者として海軍に勤め、新聞赤い艦隊の従業員だった。ありがとうございます。